皆さんこんにちは。僕はですね、今東京都 JR 東日本東京駅の丸の内に来ております。今回なんですけども、北陸新幹線使いまして、今から金沢まで向かいます。で、今回利用するクラスなんですけども、グランクラスでございます。もう僕一人だったらね、グリーン車でいいんですけども、今回友達がいるということで、グランクラスね、未経験なんで、まあ、その子をねグランクラスに乗せると、まあ、有名目もあってね、今回グランクラス乗っていくということになります。で、北陸新幹線のグランクラス、白鷹号と輝き号に関しましては、シートサービスだけじゃなくてフルサービスのグランクラスということで、まあ、ドリンクだったり軽食だったりね、まあ、そういったのが提供されます。浅間号のグランクラスに関しましてはシートサービスのみなので、まあ、そういったサービスというのはないのでね、ご注意ください。はい、ということで料金なんですけども、東京から金沢までグランクラスの特急券とグリーン券とかね、乗車券合わせてだいたい2万8000円ということで、途中上越妙高でね、 JR 東日本から JR 西日本に入るということで、料金がちょっと割高になっちゃってるんですよね。まあ、結構それはもう料金高いってことはもう前からね言ってるんであれなんですけども、まあ、今回久しぶりにね、北陸新幹線グランクラスを使いまして、今からね石川県の金沢に向かいます。ということで、今回もよろしくお願いします。ということで、今回1時間ぐらいいましたね、ビューゴールドラウンジ。やっぱ何度来てもね、素晴らしいですね。もう外はね、人めちゃめちゃ多くてね、東京駅今日とかももうすごくね、ワイ雑としてるんですけども、ビューゴールドラウンジ自体は非常に落ち着いた空間が広がっててね、サービスしてくれる方もね、素晴らしいので、ゆったりと快適にくつろぐことができます。はい、ということで、そろそろね、列車の出発時刻も近づいてるんでね、ホームに向かいたいと思います。とりあえず北陸新幹線というかね、新幹線の乗り換え改札に向かってるんですけども、もう改札内に人の量がね、半端なくて歩くのが大変ですね。まあ、今回グランクラス乗るということで、軽食がついてるんでね、駅弁とか特に買う必要もなくね、そのままホームに向かいます。券売機の空席情報を見てるんですけども、今回乗る13時24分の白鷹号ね、さっきは空席ね、結構グランクラスもあったんですけども、もう今見るとグランクラス、グリーン車、普通車、すべて×になってますね。すごいな、需要半端ないですね。いや、早めに切符買っといてよかったです。それでは新幹線乗り換え改札からね、新幹線の改札内に入ります。2枚切符を重ねて入れます。よいしょ。うわー、もう人が多い。皆さんどこ行くんですかね、一体ね、本当にって感じがするんですけども、今回乗るのは13時24分発ですね、白鷹565号金沢行き23番線12両編成です。上野、大宮、高崎で、長野から終点の金沢まで各駅に停まります。白鷹だと大体3時間ぐらいかかるんで、まあ、ちょっとでも長くね、グランクラスのサービスを体験したいんだったら、まあ、輝きじゃなくてね、白鷹乗るのがいいと思います。まあ、この時間帯に、ね、輝きが運転されてないんですけどもね。ホームに上がってるんですけども、 JR 東日本の東京駅の新幹線のホーム4つしかないんですよね。なので結構大変なんですよ。折り返し時間もそんなにないということでね、もういつもせわしなく清掃とかっていうのが行われてます。もう多分列車ね、あ、入線してますね。あ、入線シーン撮りたかったんですけども、まあいいや、今から折り返しの清掃が行われます。ということで、今回利用する新幹線はこちらです。 F25 編成ということで、 E7系 JR 東日本の車両での運転です。よかった、まあ、僕ね、 W7系よりも E7系のが好きなんで、 E7 でよかったですね。左に止まってんのは JR 西日本所属の N700 スモール A ですね。ただいま車内清掃中なんですけどもね、グランクラス合計は18席しかないということで、アテンダントさんはね、1人しか乗ってないんですよね。でも今日も満席ということで、結構アテンダントさん忙しいでしょうね。僕の動画ね、今までグランクラスの動画何度も上げてきてますけども、まあ結構貸し切りになることが多かったんで、満席のフルサービスのグランクラスに乗るのは結構久しぶりかもしれないですね。以前浅間号のグランクラス乗った時は満席近くだったんですけども、あの時はねシートサービスのみだったんで、まあ、特にね何も関係なかったんですけども。ということで、もう間もなくね扉開いて乗り込めると思います。今回は2人掛け席ね、2人で行くということで撮ってます。車内清掃が終了したので乗り込みます。後ろの方にアテンダントさん立ってたということで、前側のドアは、ね、アテンダントさんいなかったですね。2プラス1の豪華な座席配置で6列並んでます。合計18席しかありません。こちら1人掛け席ですね。今回友達と2人で乗ってるということなので、2人掛け席取っております。窓側の方を譲って、今回僕はね通路側で行きます。グランクラスの通路側乗るのは今回初めてですね。13時24分帝国通りに東京駅を出発です。向かい側には N700系が止まってますね。おしぼりを配ります。
張りいたします。どうぞご利用くださいませ。また皆様の肘掛け内側ポケットにはグランクラスサービスメニューもございます。後ほどお飲み物のご注文をお伺いに参りますので、そちらもご覧ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おしぼりでございます。失礼いたします。本日はご乗車ありがとうございます。おしぼりでございます。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は白鷹号長野経由金沢行きです。次は上野に停まります。こちらがグランクラスのロゴ入りのおしぼりですね。ちょっと使うのがもったいなく感じてしまいます。なかなか高級感漂うおしぼり。アメニティとしては座席にスリッパが用意されています。まあ、ぜひねこのスリッパもねどんどん使っちゃいましょうね。僕家にね持って帰ったりすることも多くて、家に大量のね未使用のスリッパがありますね。まあ、今回は使いました。ということで、こちらグランクラスのメニューなんですけども、飲み物に関しては飲み放題、アルコールも含めて飲み放題です。軽食が一人一つね提供されます。ブランケット、靴べら、アイマスクとかもねアテンダントさんに誘導貸してもらえます。上野駅発車後すぐサービス開始いたしました。ワゴンあるんですね。これ知らなかったですね。座席のリクライニング全開で倒してみました。こんな感じです。まあそこまでめちゃめちゃ倒れるってわけじゃないんですけどもね、かなりねお尻がね沈み込んでいく構造してるんですよね。なので座席自体だとグリーン車の方が快適です。まあ、一応バックシェル型なんでね後ろに干渉しません。こちらが今回の軽食です。北陸新幹線と東北新幹線でグランクラスの軽食のメニューは異なってきます。まあ、どっちもね和食がね提供されるようになってるんですよね。昔は洋食も選べたんですけども、今は和食しかありません。飲み物に関しましてはね、北陸新幹線の加賀梅酒ドリンクをオーダーしております。東北新幹線になるとね、リンゴのお酒シードルになるんですよね。今回は和食なので、まあ、右の方にはね、ちらし寿司が入っております。イクラの醤油漬けだったりね、カニのほぐし身とかが入ってましたね。カニもね、結構たくさん入っててね、食べ応えありましたよ。左側の方にはね、卵焼きとかね、あとはじゃがいも餅、じゃがいもの餅が入ってました。芋餅みたいなやつですよね。でパプリカとかね、そんな感じで、まあそこまで量は多くないんですけども、まあ酒のあてにするぐらいにはちょうどいい量っていう感じの軽食ですね。もう本当に軽食ですね。なのであまり量は期待しない方がいいですけども、クオリティはめちゃめちゃ高いですよ。グランクラスロゴが入ってますけど、これ右下パウンドケーキなんですよ。グランクラスで提供されるパウンドケーキめちゃ美味しいんですけども、ポロポロこぼれるんでね、そこはねご注意ください。あとはね、おつまミックスみたいなあられですね。そういったのもいただけます。まあ、これが一人一つね、提供されるということです。飲み物に関しましては、オーダーするとね、すぐに持ってきてくれます。アテンダントさん、呼ぶボタンがあるんでね。ただいま大宮駅に停車中です。どうやら車内で具合の悪い方がねいらっしゃるということで、今からね救護活動をするみたいです。なので発車までしばらく時間がかかる見込みです。あれですね、上の大宮でもうね、あの軽食は食べちゃったんであれなんですけども、まああとパウンドケーキとねあられが残ってるんで、まあ僕はビール飲みたいなと思ってるんでね、まあ後でビールね注文しようと思います。ということで、あのグランクラスなんですけども、まだね空席結構あるんですよ。でさっき見た感じバツってなってたんで、満席になるはずなんですけども、もしかしたらこの先高崎とかからねあんまり乗ってくるとは思えないんですけども、どうでしょうか。まあ、アテンダントさんもね忙しそうで何よりって感じですね。もういつもね貸し切り状態みたいなグランクラスばっかりだったんで、結構暇そうに、ね、アテンダントさんもしてたんですけども、今日は全くそんなことありません。イーゴ系の回送列車が先に出発していきましたね。いや同時にね出てくれれば面白かったんですけども、今ねデッキに来てるわけなんですけども、いいですよねグランクラスね。あのイーゴ系とかHゴ系のグランクラスの車両って
運転席側にしかね出入り口ないんですけども、 E7KW7K はね運転席側にもあるし、まあ、グリーン車側のね方にもねドアがあるんですよね。まあ、2箇所入り口があるということでいいんじゃないかな。グリーン車とグランクラスの人はねトイレとかそういった部分はね全て共用となっております。まあ、こんな感じ、もうほんと広々としててねいいですよ。女性用のトイレとかっていうのもありますし、もちろん多目的トイレとかっていうのもねあります。今日はグリーン車の方もかなり混んでると思うんで車内覗くのはやめておきますね。もう救護活動も終わったみたいなんで間もなく発車です。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は白田間長野経由金沢行きです。次は高崎に停まります。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様に今回一人じゃなかったんでね結構飲み物も進みましたね。ビールオーダーするとプレミアムモルツ提供されました。プレモルねやっぱ美味しいですよね。僕はあのラウンジとかねこういうグランクラス車内でしかあまり飲まないんですけどもね、やっぱりね E7KW7K の乗り心地っていうのは本当素晴らしいです。あの座席自体は僕はね E5 系グランクラスの方が好きなんですけども、でも見た目の豪華さとかはね E7KW7K の方がありますよ。14時10分本庄早稲田駅を通過しております。早稲田大学目の前の駅ですね。14時18分になると高崎駅を出発です。大宮駅出発時点では6分遅れてたんですけども、もう高崎出発の時点でね、遅れは2分とか3分に縮小されてましたね。まあ、回復してくれたということで非常に助かります。まあ、多少の遅れだったらね、新幹線で回復しますよね。今日は天気も素晴らしいということで、この辺りはね、割と多い感じやなと思ってたんですけども、この後どんどんと雲が増えてきました。で結局ですね、高崎から乗ってきた人ってのもいなかったんで、グランクラス、本当にあの×表示は何だったんでしょうかね。長いトンネルがね、あるんですけども、そのトンネルを抜けると、もう長野の方に入ってきます。信濃の国ですね。ただいま軽井沢を通過しております。高崎付近では雪なんてほとんどなかったって、ほとんどとか全くなかったんですけども、もう軽井沢周辺はね、雪も結構積もってます。別荘地があるところですよね。この先佐久平とかも通過するんですけども、食後にですねホットコーヒーとパウンドケーキをいただきました。パウンドケーキはねやっぱりホットコーヒーと一緒にね食べたいということで待ったんですけども、今回ダイナゴン小豆でしたね。いや美味しいよ、パウンドケーキめっちゃうまい。本当にちょっとポロポロこぼれるのがね残念に思うぐらいですね。篠ノ井線、飯山線、信濃鉄道、長野電鉄はお取り替えです。お客様はお忘れ物のないようお支度ください。長野の次は飯山に停まります。東京駅を出発してだいたい1時間30分ですね。長野に到着です。信濃の国からが流れてますね。結局ねグランクラスまだ空席結構あるんで、あの満席表示っていうのは何だったんでしょうかね。よくわかんない。ということで長野から先ね今回の白鷹号に関しては終点の金沢まで各駅に停まります。あと1時間30分ぐらいということで、まあ、乗車時間的に言うとあと半分ぐらいですね。ちょっと余談なんですけども、あのグランクラスで、ね、使われているオリジナルグラスっていうのは、ね、購入することができるんですよね。ただ車内で買うのではなくてアテンダントさんに言うと、ね、このハガキをもらいます。でこれに住所とか名前書いてお金を振り込んだら発送してもらえるっていう感じなんですよね。今回あの1つずつ、ね、1種類2種類あるんですけども、それが1個ずつになっている、ね、C セットを購入いたしました。いやグランクラスのグラス前から、ね、買いたいと思ってたんですけども、なかなか、ね、なんか言い出せなかったんですよ。で今回、ね、ちょっと思い切って言ってみると、ね、あのハガキもらいました。ということで飯山に到着ですね。いやすごいでしょう、ラグジュアリー感もあってね素晴らしい座席です。
上越妙高が近づくとね、もう辺り真っ白になりましたね。いや、高崎付近の天気は何だったんだってぐらいね、もう真っ白で、めちゃめちゃ雪深かったです。この日、日本海側は大雪ということでね、あれだったんですけども、ポカポカの車内でいただく冷たいリンゴジュースっていうのも美味しいです。いつも言ってますけどもね、グランクラスのリンゴジュースめっちゃうまいんで、ぜひ飲んでください。ただいま上越妙高を出発してるんですけども、もう本格的にね、降ってますね、こっちはね。いや、長野駅周辺とか全然雪全く降ってなかったんですけども、もう数十分来るだけでこれですから、いやーすごいな。まあ、今日は日本海側はね、大雪っていう風にね、ニュースで言われてたんで、ある程度、まあ、予想してたんですけども、思ってた以上でした。まあ、ここから金沢方面に行くと、まあ、さらにね、どんどんと雪の量っていうのは増えていくんじゃないかな。一応ね、JR 東日本と JR 西日本の境界駅は今ね、発車いたしました上越妙高なんですよね。ただ乗務員さんの交代に関しては長野駅で行うということで、まあ、ちょっと不思議な感じですよね。まあ、ここから先北陸新幹線結構トンネルも多いんであれなんですけども、まあ、でも新しい線路なんでね、まだまだめちゃめちゃ乗り心地はいいですよ。いやグランクラスもね、なんやかんやで空いててよかったですね。もう結構降りられた方ってのも多いんで、もう今多分車内乗ってるの7人、6人、多分それぐらいですね。長野駅まではね、比較的トンネルも少ないんですけども、長野を出た瞬間もうトンネルの量っていうのは一気に増えます。あとね、結構防音壁とかっていうのもあって、正直北陸新幹線そこまで景色は楽しめないんですよね。ただ車内暖色系のライトを使われてますしね、この座席の白いカラーすごく合うんですよ。本当にね、雰囲気が素晴らしいですね、グランクラスは。もう間もなくですね、黒部宇奈月温泉に到着でございます。ただいま黒部川を渡ったところですね。もう本当に真っ白でいまいちどこが川なのか分かんないんですけども、まあでもやっぱ冬の北陸はね、雪化粧をしてる方が僕は好きなんで全然ありなんですけども、まあ、外を降りるとめっちゃ寒いでしょうね。車内は非常にポカポカしてますけども、まあ、一瞬ねちょっとグリーン車の車内見たんですけども、もうほぼ満席でしたね。なぜかグランクラス×になってたのは、あれは本当に理由わからないんですけども、わかる方いたらね、教えてください。はい、なぜ×になったのに、お客さんが全然乗ってこないのか。ということで、黒部宇奈月温泉に到着なんで、もうあと言うて40分とかでね、終点の金沢に到着となりますね。降りる駅の一つ前をね、発車した後にアテンダントさんがね、各座席に回って、まあ、お別れの挨拶みたいなのをしてくれます。いや今回のアテンダントさん本当ね、すごく親切な方でしたね。ということで、まもなくね、終点金沢に到着するんですけども、まあ、今回の感想ですけどもね、いや、グランクラス、ほんと素晴らしい。僕ね、毎回もね、何度も何度も、今回でグランクラス乗るのは最後にしようというふうにね、誓ってるんですけども、結局乗ってしまうんですよね。いやー、ほんとね、JR にとってはカモみたいな存在だと思うんですけどもね、それだけ素晴らしい体験をね、いつもさせてくれてるね、グランクラスには感謝しかありません。いや、乗ってよかった。
東京駅を出発して3時間終点の金沢に到着でございます。まあもう YouTube してることもねアテンダントさんにバレたんですけども、まあまあまあよしでしょう。はい、ということで今のところね北陸新幹線の終着駅はこの金沢ですけども、もうまもなくね敦賀まで延伸で最終的には大阪まで伸びるということで、まあ、今後はね非常に楽しみなところであります。ということで今回久しぶりに北陸新幹線全区間ねグランクラス乗ってきましたけどもね、いや素晴らしかったね、グリーン車普通車とか満席だったんで、まあ、今回グランクラス乗ってよかったなと心の底から思います。ということで、今回ねこの辺で終わりたいと思います。北陸新幹線白鷹号グランクラス全区間乗車券でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。金沢駅なんですけども、もうね相変わらずですけどもめちゃめちゃ人が多いですね。やっぱり大阪からも東京からもね乗り換えなしで来ることができるっていうのは本当に北陸のね強みだと思います。まあ、そういった意味ではね北陸新幹線開業して本当良かったですよね。北陸新幹線開業したことにより金沢をね訪れる関東の方っていうのは本当にね増えたんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、雪は結構降ってますけども、まあこの景色がねやっぱり似合うのが北陸なんで僕は好きですよ。はい、ということで終わります。ありがとうございました。